この動画はナブラ l r l による深層強化学習入門の第4回の動画になります。この第4回の動画では連続行動のアプリケーションの学習を行うにあたって前半のパートとして連続行動の強化学習とは一体何かについて説明を行います。それでは早速連続行動のアプリケーションとは何かについて説明をしていきたいと思います。 深層許可学習では繰り返し説明をしていますが、このような状態と呼ばれる入力を深層学習モデルに入力として与えて、さらにその深層学習モデルが状態に対応する行動、すなわち出力を行うといったモデルを獲得するのが深層許可学習の目的になっています。連続行動のアプリケーションとは、このような様々な 状態と行動の組み合わせに対して出力として例えば自動運転車のアクセルやブレーキなどの連続量を出力するようなモデルを学習させる場合のアプリケーションを指していますこの第4回ではこのような状態から連続量を出力しなければならないようなアプリケーションを対象に学習を行う方法について説明をしていきたいと思います 具体的な学習方法の説明を行う前に連続行動のアプリケーションの例について簡単に説明をしたいと思います連続行動のアプリケーションの例としてはここに挙げているようなものが例えばあります例えばこれまでにも何度か説明をしているような自動運転はそのようなアプリケーションの例になりますこのような自動運転の AI を真相強化学習で作成するといったことを考えた場合には 例えば状態として周囲の障害物の情報やカメラ画像を真相学習モデルに入力としてアクセルやブレーキなどの連続的な操作量すなわち何 k m 時でアクセルを吹かすのかまたどのような強さのブレーキを行うのかといったことを出力するといったモデルを獲得することが考えられます。 そしてこの操作量が先ほども説明をしましたが連続量になっているというのが連続コードアプリケーションの一つになっている理由になりますこのような自動運転以外にも例えば工場内のロボットとしてこのように動いてくる物体の位置を状態として入力としてこのような動いてくる物体を学習を行うことで例えばこのようなロボットのマニピュレーターを使って ピッキングすするるといったシステムを構築このようなシステムだった場合も連続量の出力が必要になります。具体的にはアームの手先の位置や姿勢などを入力としてこのような物体の操作を行うといったことが考えられますのでこのような真相強化学習によって学習されるモデルは連続量を出力するようなモデルとなります。 そしてこのような連続量を出力しなければならないようなモデルの獲得には、連続行動の強化学習が必要になります。これらが例えば連続行動のアプリケーションの例になります。それではここで第2回と第3回を通じて説明をしてきた離散行動の強化学習との学習方法の違いについて簡単に説明をしたいと思います。 連続コードの強化学習の場合は、このようなゲーム AI などを考えて、ゲーム AI の画面を入力として、この出力として、各コードを行った場合の報酬の合計を出力するといったネットワークを獲得するといったことを行ってきました。しかし、第2回と第3回でも説明をしましたが、このように出力を分岐して、この出力が各コードに対応するといったネットワークの設計では、 連続量を出力することはかなり難しいというふうに考えられます。一つの方法としては、細かく出力の範囲を分割するといったアプローチがあると説明をしましたが、一般的にそのように分割できるかどうかというのは、アプリケーションやその適用対象によって大きく変わります。そ,そこで具体的に直接 このような分割を行うのではなくて直接的に連続量を出力するようなモデルを獲得したいといったのことを考えるのが連続行動の強化学習のモチベーションになりますそこで連続行動の強化学習ではこのような一つのネットワークを学習するのではなく二つのネットワークを学習してそれを組み合わせることで学習を行っていくといったアプローチが取られます具体的には現在の 状態すなわち例えば自動運転車であればセンサー情報から実際にペダルの例えばアクセルやブレーキの操作量を出力するようなモデルを獲得させます例えばこの例では具体的にはアクセルの操作量が一番上のノードから出てきて2番目のノードからはブレーキの操作量が 具体的に連続量として出力されるようなネットワークを構成するといったことを考えます。そして、このような制御用のネットワークと、ここでは呼ぶものを生成した上で、もう一つネットワークとして、評価用のネットワークを学習するといったことを考えます。この評価用のネットワークは、現在の状態と、この制御用のネットワークが出した出力を入力として入れることで、実際にこの 制御のネットワークが出した出力がどの程度、えー、良いものであるのかというのの評価値を出力するようなモデルになります。この評価値は連算行動の許可学習で考えてもたものと同じような値になります。同じような値というのはこの行動の評価量が出力されるという意味です。このように2段階に分けることで 離散コードでは1つになっていたネットワークを分割して、離散コードの強化学習と同様に強化学習を行っていくといったことが可能になります。もう少し具体的に離散コードの強化学習の仕組みについて説明をしたいと思います。離散コードの強化学習は、1つ前のスライドでも説明をしましたが、評価用のネットワークと専用のネットワークの2つを作成して、 それを使って学習をしていくといった仕組みになっています。具体的には評価ネットワークとしては第3回でも少し説明をしましたが Q 関数もしくは V 関数と呼ばれるようなものを学習するようなネットワークを作成します。この Q と V の違いはそれほど大きな違いではなく Q 関数と呼んでいるものは入力が状態と行動の2つを入力として この状態と行動のペアに対応する評価指標を出力するといったモデルであることを休関数と呼んでいて、V 関数は単純にこの状態だけを入力として評価を出力するといったモデルになります。新則教学習のアルゴリズムでは、先ほどの説明ではこの休関数の方をメインで話したのですが、 一部のアルゴリズムでは、この9関数だけではなく V 関数も必要になるため、ここで説明を追加しました。基本的な考え方は、先ほどと同じように、9関数を使って評価を行いながら、V 関数を使う場合は、V 関数を使って、この9関数の学習をより洗練したものにするといった効果があるといった違いになります。そして、 評価用のネットワークを学習しながら、この制御用のネットワークを同時に学習していきます。ここでの学習のアプローチは、このスライドで説明するようなものになります。評価学習では、このような制御用のネットワークがまさに方策を表すものになっていますが、許可学習ではこのような方策が評価値仕様を最大化するような ものになることを目指していますそのように考えるとこの評価用のネットワークの出す出力が一番大きくなるようにここの制御用のネットワークの出力を調整していくといったことがそれに対応するというふうに考えられます。そして深層学習ではこのようなことを考えた場合にこのネットワークの出力を 直接この評価用のネットワークの入力に入れることでその勾配を計算してこの報酬に対応する操作量の勾配を計算してこのネットワークをより報酬が高くなるような方向に出力を調整するように学習するといったことが可能になりますそのような考え方でこの制御用ネットワークを評価用のネットワーク 1>, 1個前のスライドで説明した評価用のネットワークを使って評価をしながら深層学習の誤差の勾配の情報を使って学習をしていくといったことをするのが連続行動の強化学習の大まかな仕組みになりますそれでは最後に連続行動の強化学習の学習プログラムの流れについて説明をしたいと思います 学習プログラムの流れは、ほとんど、離散コードの強化学習の場合と変わりません。違いとしては、作成する真相学習モデルが少し増えますので、そのモデルの作成を行う必要があるといった違いと、また、連続コードの強化学習に対応している強化学習のアルゴリズムを選定しなければならないといったところの違いがあります。 そしてこのようにアルゴリズムを選んでそのアルゴリズムが必要とする真相学習モデルを設計できたのであればここから先は理算コードの許可学習アルゴリズムと変わりません本研修ではこの n a b l r l というライブラリを使って自分の学習環境を使って試行錯誤的に学習をしていくことを考えますのでこの部分については理算コードの許可学習と同じになります以上で 連続行動の強化学習の具体的な学習の仕組みについての説明を終わります。